調布アイディアソンハッカソンが電気通信大学で行われました。これは調布市で行われる2020年のオリンピック・パラリンピックをテーマにアイディアを出し合うイベントです。チームごとにアイディアをもとにプレゼンテーションが行われ、グランプリ、準グランプリが選出されました。みんなのアイディアがいつか実現することを胸に、参加者全員で記念撮影を行い、イベントは終了しました。